毎週キングコング。マイクテスト行って本番行きます。はーい。一応毎週キングコングも撮ってるって,るってい,うということで。もしかしどっかで使えるかもしれないね。だからあれやと思うね。その二十二日公開でしょ？その手前の日曜日とかで。なるほど。うん。続きはこれ。マイクテストかいただた続きは本番でみたいなことで。はい。

よろしくお願いします。お願いします。どうキングコングの西田恭之です。梶原裕太です。頑張りまーす。本当に頑張りたいなと思ってる。一貫戦初めてでね、こういう復興性をさせてもらえるということで。あのー、僕は第三弾なんですよ。うん、もうやってるんですよね。先に言ってた方がいいですね。第一弾第二弾は、うんうん、もうなんなんだろうな、もう内容にもう触れてるんですよ。 だから、えー、このシーンの裏側はこうだよとかいうのとかはもう一通り喋ってるしうん、うん、次回作もなんとなくこんな感じになりますよみたいなのも第1弾第2弾ではもう喋ってるからなるほどねだから変にここで、うん、たくさん俺が、うん、ここはどうなったのこうだったのって聞いたとてもう話してしまってるちょっとかぶってる場合まあそれ聞かれてない方もいらっしゃるけれども大体ね,だいたいねあの副音声のこの第3弾なんて聞くような人は、うん、もう多分。 コア中のコアで、まあそうだね。だから大事な大事なも聞かれてると思うんですけど。そういうことで、じゃあちょっと角度を変えたぐらいでいいかみいな。そんなこと可能なんですか？いやまあ可能です。頼もしいですね。ちょっと角度変えましょうか。あそんなもできるんですか？はいあのまあ今日なんですけども、まさに今日だったんですけど、西野さん、ヒカキンさんが1000万人動画いや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 変や。え？ あの煙突までてのさ、複合性でさ、でカジャルさんこれあの、はい、一生残るやつやは、<laughs> 毎週声優さんそこですよ天才全員ああやっぱり声優さんってさ、うん、これ俺聞きたいのは。うん やっぱり西野さんんが全員を決めた感じなんです僕は、まあ、スタッフさんと一緒にね「うん、あの僕がこの人がいいです」って言ったのもあればスタッフさんが「この人どうでしょう」って言ってそれってどこまで西野は勉強というか研究というかさするわけそのめっちゃするいろんな映画をそう例えば A さんねまあ芦田愛菜さんでもいいですわ芦田愛菜さんの声いいなと思ったら芦田愛菜さんの作品をたくさん見るそう見ん、ね、なるほどね えーっとお芝居してる時以外のやつもみんな。例えば足、うん、田さんっていうよりどっちかって言ったらえー、っと久保田さんあー久保田さんプペル役の久保田さんの場合は、えー、えっとね年しのこさんじゃないほ、ね、なんでな <laughs> なんで腹から声出されてしまういや,いやそれ歌によるやろいやそれプペルがええや <laughs>

久保田さんの場合はどっちかってもうそもそも僕久保田さんが役者さんとして好きすぎんね、うん、もうお芝居されている時の久保田さんがもう最高すぎて、うん、でえー、ともうむちゃくちゃかっこいいしむちゃくちゃなんかコミカルなとかコミカルだしいで、うん、もうやっぱり最後の最後久保田さんで行こうってなったのはお願いしに行こうってなったのは、うん、バラエティーのいじられてる時の返し。 おお、面白い。負け顔。はい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 。やめてくださいよっていうね。はいはいはい。なんかなんかイメージつく、ちょっと、あの。なんかね、若干、なよっとしてんね。久保田さんって、なんか。大体、イケメン俳優の人とか。まあ、俳優さんですね。かっこええねんけど、最後まで。久保田さん、ちゃんと、負け顔が。 あってやめてくださいとか言うねんけど、うん、そのなんかちょっと声裏返る感じとかが、うん、いやむちゃくちゃ良くないってな,なるほど、ね、そうプペルの場合は実は久保田さんの,そのバラエティーの時の、うん、ご出演されてる時の立ち振る舞いとその声の感じ聞いて「絶対この人だ」って言ってでも、はあ、とはいえですよ、うん、すごくないゴミ人間の声してっててっ言われて、うん、できる いいややもうそのでけへんってでへんやイメージがつかへんもんだって存在しないからそうばらないからねイケメンのね声とかいじわるじいさんの声とかなんとなくこうかなたるけどゴミ人間の声なんかないやんかでも久保田さんそれ一発でポンってこういやでも正直まあそこのエピソードって久保田さんにはお話もちろんしたんですしたしでしょう久保田さんも難しかった思うでないや確かにそのバラエティーのそれって多分ご自身ではなんとなくイメージはできるけども ほぼ全編その喋り方でしないといけないから。<う>でも、それ聞いてから、このプペルの声を聞くと、なるほどなって思うよね。すごいよね。なんか今の、なんかなくないですかみたいな。基本負け顔の時。の喋り方やもんね。そう。と。それに、ちょっと、それは久保田さんの、うん、俺久保田さん初なんやけど。ナマリオが入ってね。あ、久保田さん初なんや。えっと、プペルって、なんか標準語じゃなくて、ちょっと。 ルビッチさんみたいな感じでちょっとな、ね、っと生まってんねんけどこれ、うん、久保田さんのアイディアやねんへえ<ー>いやだから天才なんですよ、まあ、あの人はそうなんやえそれやっぱり西野さんもその提案を久保田さんからされた時にあ素晴らしいって思ってえ最初、えー、っと入っていただいて収録スタジオに架川、うん、さんのなんか、うん、もう完全に雑魚キャラだからちょ待てちょ待っと <laughs> 待ってよ <laughs> たいか カちガオでやってます今。なんでな。ちょっと待ってよ。なんでカちガオでやって。カチガオって何音で。初めて聞くけど。毎週。あ藤森やん。これもやっぱ。藤森ぴったりなんですよ。いやもうちょっと俺ハマりすぎてるぐらいに感じた。まあえっとこの場合は当て書きだったんで。当て書きとは。えっと藤森くん。 にやってもらうっていうことをまず最初に決めて、うん、藤森くんがやったらこんなキャラクターがいいだろうなこんなビジュアルがいいだろうなこんな言い回しがいいだろうなっていうことで藤森さっきキャラクターアートなんですよすげえなーそれなぜどうして藤森だったの天才だからもう<ー>あのー、持ってる持ち前のわかるわかる あのー、キャッチンさというか僕もよく自分でも言ってるんですけど、うん、声って才能だと思って,て声才能努力で何ともならないならない田中での俺はトップレベルにいるのが藤森だと思う、ね、藤森わかるマジで、うん、なんかあるよねあるあるえっとバラエティーとかでも、うん、例えば 小杉さんとかはい、はい、もうあのなんか抜けるパーンってこう感じ、うん、大勢いても小杉さんの声だけパーンって抜けるやんか抜けるねあんなもんはもうなんか生まれ持った才能ですねで藤森の声もそれとはまた違う、うんうん、こういうなんかこう本当にキャッチーな,、うん、なんか明るいんですよね明るいそして技術もあるしあんねーだからこれはもうそれを当て書きっていうんだ。そそそそう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 <ー>だから藤森 が出るっっていいううことは、うん、もう5年ぐらら前から決まへえー、そんな前から先に「映、え、画、ー『えーとえー、ととつマッチのプペル』の構想があるんだよ」っていうのを藤森に言って、うん、でそこにすごい重要な役でこの「スコップ」っていうやつが出てくるんだけどそれを何、うんえー、となく藤森でイメージして「ね」みたいなことを言ったら「うん、えとどんなセリフですか?」みたいなことを言われたから今たたき台であったその台本の、うん、まあちょっとラフを藤森くんに送って。うんうん もう45分後にそれを藤森がその声を入れてくれてえそう声を送ってくれて「こんなイメージですか?」みたいなそれがもうぴったりすぎてはあその行動力もすごいよね藤森のすごい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 それ5 5年前っはまああん,あんまりちょっと空気悪くなってもあれやけど<ん>その私のね僕のね<ん>そのー 当て書き的なこといやえー、っとね覚えてるかな昔、うん、ドーナツ博士とゴーゴーピクニックっていう舞台をやって覚えてました新宿でしょその時に、うん、俺正直ね、うん、藤森もすごいって思っているよ、えー、ですが、えー、うちの梶原裕太もな、うん、めんなとそれはもうコメディアンとしてね そんなキャッチーなやついないぞと思って、うん、だからコンビ組んだわけですからそういうことでしょそう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 、はい、いいだって僕もともとね、うん、あの前のコンビというか NSC で前やってた時、うんはい、僕突っ込みじゃないですよ ええ、そ,うそうですよ僕すよメインでボケてた人がでも梶原裕太っていう人を前にして、ええ、あ違うなうちのコンビの顔は梶原裕太だなと思っていい、ね、キングコングを組んで、うん、でもこんなプレイヤーとして、うん、こんな優秀でキャッチな人いないなと思っていいで、ね、でドーナツ博士とゴーゴピクニックの時も実は梶原さんには。うんうん 非常にこうな回答団のリーダーみたいな結構重要な重要な舞台ですわそう舞台ですわでキャッチーな非常にキャッチーなイメージで言うとあのヤッターマンのあのドロンジョさんとかあのあっち側のそうそうそうあっち側のキャッチーな回答団みたいな中心人物ですわでそれをガイドラさにお願いしたんですけど緊張して全然力出さなくてあれ えだって漫才の時だってあんなにやらはるから <laughs> な,なんで急にそのお芝居になった瞬間にこんなことなんのっていうなんか知ってるだって,だって漫才の時の梶原さん知ってるしで,での皆さんが知ってるのでいうと梶事サックの梶原さんも知ってるはずなんですよ。キャッチーなななんんですよ、えーえー、お芝居ににった瞬間になんかね、うん もう肩がもうガチャンってホールドされてしもてそれはでもはっきり言わしてもらいますとああ自覚症状あります <laughs> ただ僕は漫才師なんで、はい、役者さん舞台役者じゃないじゃないですか漫才師、うん、そしてお客さんの前が弱い <laughs> <laughs> やめてしまえばそんなやつは <laughs>。<laughs> ってなってくると力出せないんですよ ね漫才ならいけますよ漫才師ですからお客さんがいたとてそこはもう自分のパフォーマンスベストパフォーマンスを常に出せる自信はありますけどもやっぱり言うてもコントとかあんまりしてないからそうなんですよ舞台なわけでしょプラスお客さんがいるってなるとそりゃ力出せないお客さんがいるは何とかしてくれやコントができないままではちょっとセリフもなんかムズいし 怪盗団のセリフが普段使わかまんような,なんか鍵を解けみたいなプライベートで言えへんやん当たり前やそんな言ったら内森の穴ル役なんかもプライベートで喋れねえからでも俺が言いたいのは西野のその限界もわかるでも 声優ささんんの時ははお客いいないわわけけで力は出せるわけだから俺結構あるやっぱりコアなね煙突増しのフェルファンの方々コアなファンの方もたくさんいらっしゃる中で噂なってるらしいよ「商人映画やばい」とあの梶原さんの梶サックのポテンシャルの高さがあんなに短い時間なのにもかかわらず出せてると。どうして監督西野は 他のちゃんとした役で使わなかったのかっていうのをちらほら聞く。いや聞くってお前しか聞いてないところを見るとお前エゴサーチしてる。だってお前以外のスタッフは誰も聞いてないんだから。あなたが煙突町のプペルえっ、ー、と常人 A でエゴサーチして無理くり探した意見を聞くって言ってるだけで。<laughs> でもいいね位置付いてた。第一回。<laughs> <laughs> そんな意見も踏んづけてしまった方がいいやろいいね一の意見はいやでも俺結構でもほんまにぶっちゃけ結構ねプペルを皮切りにいくつかねお仕事をいただいたんですよ声優のでしょい。他の映画だったりとかアニメだったりとかほんまにちょっと評判良かったですよだから町人 A で止めるやつじゃないの俺は。 もっといけるだから言うても西野さんは今後も次回作だったりとかてるかその辺をちょっとちゃんと考えてほしいなっていうのはあるよねどういうのが得意とかあるんですかなんかああいうのってないですか例えばいい人ほど悪人がうまいとかそんなあったりするやんかこの人もう根が本当にいいからその人が悪人やった時ちょっとゾッとするみたいな感じとかってんかあるんですか 結構いい味出すよみたいなまあ恋愛 <laughs> 恋愛系が得意かな <laughs> 意外と意外とね四十一のおっさんの恋愛誰が興味ある四十一。意外と意外と緊張してモテるやん意外 <laughs> 言うてモテるやん <laughs> シリアルシリ <laughs> シリアスも言われへんし,し、シリアルって言うてもうね。もう、痛い腹痛い腹やつ声優でてぇやろ。<laughs> ここでこんな緊張してしまうようなやつは。違う間違えた。シリアス。シリアスはい。シリアスなんか俺意外とまだやってないねんけど、はい、いけると思ってんのでシリアスな恋愛は俺かかんや <laughs> そんなん <laughs> キングコング西野はシリアスな恋愛のドラマ書かん <laughs> っ煙突町のぷぺるとかやわ <laughs> 西野がやるのは中でも、はい、なんて言うんだろうなその物語の中でね、はい、そういうくだりがあったりすると思うねんっていう話ああなるほど何もシリアスな恋愛の絵本を書いてくださいって言ってんじゃないはいはいはいなるほどあるわけ言うかでこの今回のエンターチャーマーゃんエンターチャーちゃんこう言ってるわ <laughs> 映画円立ち合わはこうなったわあそこいてるし <laughs> <そ>あのもうあっいいね <laughs> 泣けるなあとここ泣けないやろ別に泣こきゃお前 <laughs> これ海賊映画やったら最初に死ぬやつやわ <laughs> ちなみに皆さんここのシーン撮るのに2時間かかりました毎週キングコング <laughs> やっぱ映画館によってその音が違うんですよ 違うねん爆音上映の時はもうすごいですよあのもうちょっと過ぎましたけれどゴミ人間が何でなんどうやる？その場合トペル役の久保田さんの場合はえっとねのさんんでなん何で腹から声出されてしまういやそれ歌によるやろいやそのプペルがええやんナオミキャンベルあんま出番なかったんだほんであの歌「ナオミキャンベル」って押し出してどうでもよくない

今うも久しぶり僕だスコップだ君たち何か新しい情報を仕入れたくてこの映像を見てるんだよねうん、僕にはわかるじゃあ教えてあげよう <music> 日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞受賞制作組織・原作脚本を西野昭弘が務めた映画がすごいことになった何がすと言ってよくぞ聞いてくれたなんと国境を越えて世界中の映画祭で大絶賛されたんだお今僕映ったねもちろん日本で大ヒットそんなわけで映画煙突町のピペルが

おいおい、一体僕にどれだけ喋らせる気だこの予告編はハロウィン限定上映以上スコップでした